日本国民党代表指名手配議員の鈴木伸之ですでさあいきますよ長官グラスプトランプトランプ勝利ですい、ね、今日もう他に言うことないやねあのー、もちろん長官は見たんですけれどもあマイクつけてみねえや、ー、トランプ一色ですよややトランプと同じように来年鈴木も 再選果たさななければなりません、まあでもさねこれこうやってトランプって書いてるけどさ日本のワイドショーからさメディアは何つってた接戦って言ってたよねこれ接戦かこれこれこの数字接戦じゃないよこれねえ,ねえこれ変でしょ、あのー、このこれこれだけ見ても変でしょこれだけ見てもねええー、変だよねこれね あのいや結局さ、何をもってあの民主党に気兼ねしてんの,あのアメリカのさ、えー、ニュースー、まあ、フィリピンのニュースも韓国のニュースも、えー、アメリカのニュースも鈴木は見るんですよ、えー、一応、外交をね、えー、仕事としてます、民間外交ね。 だけど、別に向こうはそれほど接戦だなんだって言ってない。まあ確かに、あのトランプ先行、バイデン低迷、それからハリスになって、ぐっと上がってきたとはいえ、トランプ優位。で、日本のメディアだけ逆転したのはんだのっていうけれども、この、例えばそういう数字調べ、日本でもそうなんだけど、どこに 聞いた調査か何て言った調査かによって違うわけですよまあ,あの世論操作もあるしさ、えー、それから何て言っても恣意的なね日本のメディアをいややっぱ日本のメディア信用ならないぜ、ね、インターネットも信用にならないかもしれないけどさ、えー、メディア信用ならないだから信用のおける人のネットで言葉を聞く。 ね、それが大事ですよあ鈴木は、えー、藤元気先生とかさ、あのー、青山茂治さんの YouTube も見るけれどもあとはもう朝早い時間に海外ニュースを見る、ねえー、それが大事なんですよ。だからフィリピンの場合は、えー「ニュースキャッチアップ」っていう鈴木が毎週日曜日に、えー、流してますけれども、えー、日本語版でね 現地のニュース取材をしたものを出してくれるんで本当ありがたい、まあ、韓国のニュースなんかもあの中央日報含めね、えー、全国紙は日本語訳されてます、えー、連合ニュースも含めねでアメリカやね世界の海外ニュースなんかも早朝ね、えー、地上波は当てになんないから、えー、BS なんかで見ていく、えー、またあとはネットで見ていく。 まあ今自動翻訳もあるからさあのー、なんでここまで日本のメディア点なんねえかな、えー、特に NHK ひどいよねえー、どうなってんだろう本当ワイドショーなんか見てたら洗脳されちゃうもんね頭洗脳されちゃうよいやひどいもんですよあのー、鈴木はさまあ,あ指名手配されてる身で言うのもなんだけれどもさ えー、メディアに騙されないでね、えー、やっていきたいと思いますまあトランプいいことばかりじゃないよやっぱり日本に無理なんだ F35 を余計にかわしたり無理なんだ言ってくるでも安全保障上お自主防衛体制を作るチャンスもくるからね、えー、そこは、えー、石破さんの手腕なんだけど、うん、これがまた 当てなないなまあでも北朝鮮の接近に際して石破政権も接近するだろうからね、えー、ここが怖いところですよ。